加賀翔太郎一月十七日から九百五十四年八月八日は日本の資産家、実業家。加賀証券社長、大阪二学納税者、朝日ビール大山崎山荘美術館八百八十八年、大阪市東区今橋生まれ、加賀一太郎の長男。加賀家は大阪目抜きの場所、高麗橋通りにあり、大阪屈指の資産家として、 また著名の休暇として遠近に知られた。12歳の時に父親が亡くなり、船場にあった江戸時代から続く実家の繊異業、米国中外業、両外商、不祥家が商店を継ぐ。ヨーロッパに渡り、日英博覧会や、旧ガーデンの見学、アルプス山脈ユングフラウトーを行った。1911年、東京高等商業学校卒業。 加賀証券を設立して、社長を務めるなど多くの会社経営を行い、証券業、林業、不動産業、ゴルフ場経営、洋蘭業などで成功した。1923年の茨城、カンツリークラブ設立に参画し、理事などを務めた。また1934年の大日本果汁創業にも参画。出資の70%を構成して、 同社の筆頭株主となり、社内ではご主人様と呼ばれた。1954年式を悟り、株式の散逸を防ぐため、朝日ビールの山本ため三郎に日課ウイスキー株を売却。同年高等癌のため大阪赤十字病院で死去。多趣味で知られているが、ここに見ても本格的に行っていた。京都府大山崎町に所有した山荘は建物のほか。 庭園、家具、調度品なども含め自ら設計及びデザインを行ったもので、朝日ビール大山崎山荘美術館として残る。登山では、アルプス山無ユングフラウの登頂を日本人で初めて果たし、日本への登山業務、登山装備の紹介を行っている。日本山岳会名誉会員。ランの栽培では多くの新種を開発。浮世絵の技法を用いた。 基本画による植物図譜、ランカフなどの著作がある。ランの栽培は、イギリスの王立植物園を訪問した際に見たランに、感銘を受け、大山崎町の山荘内で始めたという。1900年、家督を相続住所は、京都府を特に運大山崎村大山崎。趣味は、園芸、ゴルフ。宗教は新宿。ABC。 対象人明治天1147ページ。2019年10月19日閲覧。ABCDEFGHIJ 人事更新録第15半上か1ページ。2019年9月15日閲覧。ABCDEFGHI 人事更新録第12半上か1ページ。2019年9月14日閲覧。ABC 人事更新録第6版下19ページ2019年9月15日閲覧大山崎の名建築探訪山層美術館と長築居の見学ツアー京都新聞 http://www.kyot-np.co.jp コロンススララッッシシュュ o スラッシュローカルスラッシュアーティクルスラッシュ2012111-01000402012年11月1日閲覧。ありがとうございます。